Next question, come. あれ、最後、あの、イスラエル人意見言わ、言わせて言わ、ひどいなぁ。で、うん。でね。そう。そう。で、みんなオーストラリアに出てるしかね。だからそういう、これちょっとね、あの、難しい、例えば、こう、会話がいろいろあるんだけど、基本的にはね、あの、要するに、彼らのオーストラリア人が、もう一つはね、オーストラリア人がイスラエルとパレスチナのテーマを取り上げて、あの、ディスカッションするっていうのは、あの、極めて異例ですよね。だから日本でパレスチナとイスラエルのこういうふうな、多分、やらないだろうね。で、ここではさ、あの、オーストラリアってまあ、あの、西洋人だから、イスラエルから来た人とかね、オーストラリア、イスラエルから入植したオーストラリア人とかね、あの、パレスチナ人が、あの、オーディエンスいっぱいいたけど、彼らはオーストラリアに住んでる、まあ、オーストラリア人なんですよね。だからそういう人たちが混在してて、で、そこで議論してて、結局、あの、この議論の結論は何かっていうと、やっぱりあの、まあ、最後、この司会者って、あの、パレスチナビーキなんだけど、ま、あの、要するに、あの、イスラエルがね、あの、パレスチナ人を平等に扱わないんだったら、まあ、デモクラシーなんて言うなって言ってるわけですよね。で、それは、あの、僕はこれ書いた時はそう思ってるんですよ。で、イスラエルは、問題っていうのはやっぱりあの今、あの右寄りの人がね、あの、ネタニヤフもそうだけど、国をリードしてて、で、パレスチナ人を差別してる。だからその、後で、また来週なんか出てくる、その、あの、イスラエル、いや、イスラエル人の中に、あの、150万のパレスチナ人がいるのね。この人たちイスラエル人。パレスチナ系イスラエル人。で、その人たちはやっぱそういうふうな、差別されてる。だから、あの平等の権利がない。投票はできるんですよね。だけど、その、ポジションを得ることができない。プライムミニスターになれない。それおかしいだろう。絶対おかしいんですよね。だから、ここでは言ってないけど、その後で、ネタニヤフが言ってるのは、やっぱり我々、彼が言ってるのは、その、デモクラシーでね、平等な権利ある。でもそれは、ユダヤ人のため あの平等なんであって、あの、すべての人に対して平等な権利を与えるっていうことは、彼は考えてない。まあ、そんなように、近い、なんかその近いのにいいこと言ってるのは実際に違うんですよね。だから、結局この国は、イスラエルっていう国は、デモクラシーじゃないですよね。で実際には、1948年の時には、ガザ地区をね、ガザ地区じゃなくて、ウェストバンクをね、パレスチナに、所属するっていう、なんか合意したんですよね。で、その戦争なんかがやったために、イスラエルがそれをもう一回植民地、イスラエル人を植民させてるんですよね。で、それは、国連もその、ウェストバンクはね、パレスチナの領土だって言ってるんだけど、それをその排除するっていう動きはない。でもし仮に、そういうふうな合意になったらば、どうするのかっていう記事もあったんだけど、その時はもう、入植したイスラエル人が、イスラエル系パレスチナ人になるんだろうって。だけど、結局、この最後で言ってるのは、やっぱりその、お互いにね、さっき質問があったように、その、イスラエルの休日を、なぜイスラエル人のね、休日をその、パレスチナ人が受け入れないといけないんだっていうことが言ったけど、まあ、それは、イスラエル人が言うには、まあ、それは、さまざまなことじゃないの、ね。そういうふうなことをお互いに、擁護して、受け入れてね、話し合ってやればいいんじゃない。で、そういうふうなことで、一緒に、イスラエルって国が、例えばパレスチナって国ができても、パレスチナにもユダヤ人いるし、
イスラエルのパレスチナ人がいるわけで、これは全部きれいに分けることできないですね。で、そうした中でそういうふうな合意を、お互いにもっと合意するような体制必要ですよねって言って、で、女性が言ったのは、マンデラみたいな人がいればね、そういう仕切りができるんじゃないの、そういう人もいないから、いつまでたっても混沌としてるっていうのが、行政ねっていうのが、彼女の発言だと思う。僕はそれが正しいと思うんだけど、そういう、イスラエルにもそういう人いないし、まあそういう人いないっていうか、実際に指導を取ってるのは、右のね、結構、硬派の連中が、政権を持ってるから、直される。で、パレスチナはもう、あそこはガザとウェストバンクにあって、ガザが、ウェストバンクはファタファって穏健なんです。ガザは、あれ、なんつったっけな、もともとテロ集団なんですよね。で、それが、ガザの、なんつったっけな、ガザに住んでるパレスチナ人と、ウェストバンクに住んでるパレスチナ人との、最近そういうようなことで合意してね、話はしてるんだけど、自分のパレスチナ側での意見を求めるのは相当難しい。だから、トランプがまとめるって言ったけど、実際には全然できないんですよね。クシュナーだって、どちらかというとユダヤ人だから、まとめることは、パレスチナ側がクシュナーはそれを評価することは絶対ありえない。だから、トランプはまとめられない。だから、結局、マンデラみたいな人が出てこないと、あそこの、イスラエルとパレスチナの紛争の解決はできない。で、今回、今日は、この記事に来週アップしますけど、ネタニヤフは汚職でね、捕まりそうなんで、で、じゃあ、その次のプライムミニスター誰になるのかって、全く僕もわかんないんだけど、イスラエルだけがそういうふうな、中道の、右じゃなくて中道の人がなっても、パレスチナが、そういう体制を取れなければ、やっぱり話まとまらないんで、多分難しいかなっていうね。例えば、今回、トランプが、首都をね、イスラエル首都をエルサレムに移すって、イスラエルのね、発言して、だから、ガザ地区からロケットが飛んできたりしてるじゃないですか。だから、そういうふうなことがある限り、やっぱり解決はしないんですよね。で、そういうふうな、なんていうかな。まあ、アメリカもやっぱり今のトランプだったら絶対まとまらないし、だから当分はこの、話はまとまらない。で、僕はびっくりしたのは、オーストラリアでこういう議論をするっていうことができるっていうことは、オーストラリアみたいな田舎のね、人たちが、グローバル、彼ら全く関係ない人たちも、日本と一緒なんですよ、オーストラリアって。でも、こういうふうな場を作って、こうやって議論するっていうのは、なかなかね、すごいことだなっていうのは、この記事をね、見てそう思ったんだよね。だから、このビデオそのものは、優しくないんで、そのまま見ても、一人で見てもなんだかわけわかんない。YouTube っていうのは、やっぱりそういうところがあってね、運動塾だから見るんだよね。じゃあ、自分で、高橋みたいに予習して見てきましたって人は、本当にごく例外中の例外で、普通は、絶対見ないですよね。来週やるインサイドストーリー、時間あれば今日もやると思ったインサイドストーリーっていうのも、これは結構面白いビデオで、僕は急いでね、どんどん先に進もうっていうふうな、前みたいに作った、前僕説明したんだけど、40本ぐらいあるんですよ。こういう、これはデモクラシーだけど、こういうようなやつが、国別とか、目的別に40個作ったのね。以前作った時はそれ全部2時間で、パワーポイント50ページぐらい2時間でやらせたの。ね。一週間それだけ作って、それは2時間で終わりました。バカみたいなことやったんだけど、あれもったいないんで、もう一回リバイバルでね、何かしようと思ってるんだけど、ただ、今こうやってやってるけど、今南米やってるけど、今月に終わるけど、じゃあデモクラシーが今年の、4月、8月ぐらいで終わって、
次のそのやりたいジャパニーズアイデンティティとかね、いろいろや年内して終わっちゃいますよね。でもあと40分あるようなやつをね、じゃあそれをあのこうやって作ったら多分あと3年くらいかかる4年くらいかかる、40本だから10本いやー4年かやってるうちでしょ、5年くらいかかっちゃうと。デモクラシーもう一回やろうとしたらもう7年くらい先になっちゃって、あの僕自身は元気ならいいけど、それをもう一回100カ国デモクラシーやる、もう7年経ったら本当に政治家も変わってるしね、はい、あのでもそういうふうにこう僕が生きてる間に絶えずアップデートして、これはアップデートして、そのイスラエルも今回何が次の首相があったらまたこれもアップデートしていうふうなことをやっていきたいと思って、そうすることによってあの繰り返したいんですよ。だからで今水曜の夜はあのこういうふうにずっと続けて、土曜日の午前中はね、あの高橋も同じテーマで今アフリカやってるけど、あのそれはね、あの今週はあのフレッド・シールズってアメリカ人でね、彼病院が土曜日あるのに来れないけど来週から出るって言ってる、あの九州から、土曜日の午前中はアメリカ人で議論して午後はフレッド・で、フレッド・シールズはあの絵でもそうだけど、初めの頃は僕がテーマを挙げて、例えばエジプトとかリビアとかテーマを挙げてフレッドに参加してね、ビデオ見せるようにして眺めてやって、そのうちに彼自身はあのエドと一緒で、あのフレッドの場合はものすごくあの勉強してるの、エドと違ってもう何年も、そういう友達なんで、で彼を土曜の午前中あのディベートする、で午後はエドともともと僕は彼をディベートするために宿ってる、だから土曜日一日もう午前中はアメリカ人、午後はオランダ人いうで、水曜の夜はこれこういうことになって、でこの次終わったらアフリカやるんだけど、こっちに持ってきちゃう。で、水曜の夜っていうのは前は全部英語でやったけど、それやめてね、今日みたいにあの英語でビデオ見せて、で僕は日本語で解説する。で、英語 の, あのディベートはもう土曜日一日もう朝から晩までディベートでやる。だから別に資料そんなに見なくてもね、あの YouTube 見ないでもディベートするって、そんなような方向に持っていこうと思ってる。でそれがそもそもあの運動ニュースネットワークで、ここはね、日本語の運動ニュースネットワーク あの資料を作る場合にしようと思う。で土曜日は英語のやつをしようと思う。だから急いでどんどん次から次へってやるんじゃなくて、もうちょっとこうなんていうのかな、あの深くやろう、僕の趣旨イスラエルに関してはなんかシリアみたいなブラッカーでアメリカとロシアみたいなのはないんですか？もう本当にない地域だけど、うん、ない。あのね、イスラエルはね、あのユダヤ人って世界にやっぱりあのお金に関してはユダヤ人がどこにでもいて、でただ僕今まで調べた限りではね、アメリカにがっちり入り込んでいて、あのアメリカ政府と後ろにいる。だから要するにあのオリガルキーって、アメリカもオリガルキーだね、で下等政治の中でユダヤ人がいる。でそれでトランプはそれに反発して彼が大統領になったなと思ったんだけど、クシナがいるからややこしくなった。だから結局イスラエルをあのトランプは保護しているってことは、アメリカの、あの金持ち、例えばあの、ロックフェラーとかみんなユダヤ人でね、でそういうふうなこうあの300ファミリーがアメリカを牛耳ってるわけだけど、結局そういう人たちを助ける形に、金持ちを支援する形にトランプになる。本当トランプはあのブルーワーカーの3割があの何としてもトランプを支持してるっていう団体だけど、実際には動いてる中でそういう人たちを金持ちを支援するような形になっているっていう実態だから、アメリカとイスラエルはべったり表と裏でくっついてるんで、あのイスラエルは解決できないっていうのもあるわけです。まあそういうことですね。今日それくらいですね。